こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。質問がありまして、速いテンポのホービートってどういうふうに乗ればいいですかという質問がありました。速いっていうと、200オーバーから、僕らで言うとやっぱ300から400に近い、ホービートになるわけなんですが、結局こうみんながなりがちなのは、こう速いテンポのテンポでこの四分音符をずっと数えちゃう。だから1、2、3、4、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 
タタタタタタっていうシンコペーションじゃなくて、タタタタっていうシンコペーション。というようなこう大きい拍の大きい方側の音階の方、音階の大きい方にこうリズムを乗っていくとうまくいくんじゃないかなと思います。まあ、僕はよく3拍フレーズのこういう風に乗ったりとかするとすごく大きくなる。まあどちらにせよハイハットをという具合にリズムに乗るということなんですが、お分かりいただけたでしょうか。やっぱ速いテンポは難しいですね。で、細かい音符でもリズムは取ってるんだけど、大きく取る拍、大きくベースラインに乗ってあげるっていうのがないと、どうしてもこう速いテンポでぐちゃぐちゃになってしまう。一拍ずれるともうずれ続けちゃうんで、ただその今みたいに全音符みたいな感じで乗ってると、そうするとちょっとずれたところでも大きく見てるからすぐ修正が効くんですよ。それが細かい音符だけでしか見てないと、一拍ずれるともうすべてが崩壊するんで、何ももう見えなくなってしまって、もう熱いだけの自分が残ってしまってっていう、まあそんな感じのセッションでそうなっちゃったこととか、皆さん経験あると思う。僕もしょっちゅうありますね。だから大きく乗る、大きく乗るっていうのを、なんかこう、トライしてみるといいかなと思いますが、まずはハイハット踏んで、そのハイハットのタイミングで今のレガートを乗せて、リズムに練習してみる。だからなんか音源に合わせたりとか、ベースラインに合わせたりとかすれば、うまくいくかもしれないですね。ということで、こちらの答えにしておきたいと思います。最後までありがとうございました。